神戸舞子海岸に立つ孫文記念館異常格を拠点に活動している異常格女性合唱団の皆さんにご登場いただきましょう。皆さんは結成23年、日中交流行事やチャリティー活動、中国への音楽交流の旅など積極的に活動を続けています。2年前には中国杭州で行われた第3回中国音楽国際コンクールで金賞を受賞しました。好，接下来请大家欣赏怡情阁孙文纪念馆女声合唱团演唱的两首歌，我爱你中国，生活是这样美好。一曲目は愛しい中国。これは鳥が鳴き、豊かな作物を育み、松のように強く美しい梅の花を私たちに与えてくれる祖国を愛しますという歌です。2曲目は生活はこのように楽しいという曲。鳥や花、泉も風が嬉しくてドレミファソラソと歌いたくなるような春の日だという曲です。指揮は張文乃さん、ピアノは文章玲さんです。Thank you.
皆さんの歌声いかがだったでしょうか。可愛らしい歌、ダイナミックな歌、可憐な歌、明るい歌、いろいろな中国が歌から感じていただけたのではないでしょうか。中国歌曲出版記念演奏会、まだまだ続きます。第2部は神戸大天式合唱団、神戸市構成合唱団が登場です。どうぞお楽しみに。それではここで15分間の休憩をいたします。